皆さんこんにちは、キラーです。突然だが、皆さんはロングキラーを知っていますか？ロングキラーとは、キラーの距離を伸ばすテクニックです。キラーの時間が8秒経過するか、5人抜かすか、1位になるまではキラーが続きます。では今回は、マリオカート8デラックスの新コースのロングキラーを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まず最初のコースは、パリプロムロード。このコースはマリオカートツアーで登場。都市が特徴的で、3周目は走るコースが変わったりとします。このコースのロングキラーは5つあります。それでは見ていきましょう。1つ目のロングキラーは、1周目の、ここ。この、コインを取る直後に使います。そうすると、キラーが伸びます。次は二つ目の場所。二つ目は、ここのアイテムボックスを過ぎた。ここの、影がないところです。三つ目は、三周目の、アイテムボックスで使います。四つ目は、ここの、コインのところで使います。最後の場所は、三周目のグライダーです。グライダーで飛んでいる時の、コインで使います。ここです。このコースは5つのロングキラーがあるので、覚えておきたいですね。それでは、次のコース。続いては、キノピオサーキット。マリオカート 3DS で登場。このコースはとてもシンプルなコースです。しかも、ロングキラーが1つしかありません。それでは見ていきましょう。場所は、スタートから少し行った赤いタイヤで使います。ここです。以上です。では、次のコース。続いては、チョコマウンテンです。マリオカート64から登場し、懐かしい人もいるでしょう。このコースは上から石が落ちてくるのが特徴的です。ロングキラーは、3つあります。1つ目は、石が落ちてくるところで使います。ここです。2つ目は、ゴール前の、ショートカットで使います。ここのショートカットは、ダートに入らなくても大丈夫です。最後の場所は、最後のアイテムボックス前で使います。ここです。ゴールしてしまったのですが、ロングキラーになっています。では次のコースです。次は、ココナッツモールです。マリオカート E で登場。コースがショッピングモールのように作られており、広いコースとなっております。このコースのロングキラーは3つあります。まず1つ目は、ゴール前です。ここの、ゴールテープの前で使うとロングキラーになります。
続いては、二つ目。ここのショートカットで使います。三つ目の場所は、この、エスカレーターを降りた、ここです。はい、今回は4つの新コースのロングキラーを紹介しました。残りのコースはまた、次の動画で上げます。ロングキラーは、マリオカートにおいて重要なテクニックなので、ぜひ覚えておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。